パクミニョンは韓国の女優。身長 164cm、体重 46kg、血液型大型。東北大学演劇映画科卒業。ナモアクターズ所属。2005年、SK テレコムジューンの CM でデビュー。その1年後、MBC ドラマ、思いっきりハイキックに出演し、女優デビュー。2010年に韓国、KBS で放送された。 テレビドラマ、ときめき、セイキン金ンスキャンダルで、主演の男装のヒロインを演じ、話題になった。2014年にリーガルドラマ、弁護士の資格に出演し、理想主義的なインターンを演じた。同年、チチャン・ウクが主演を務めた、KBS2 ドラマ、ヒーラーで過去に何かを抱えている記者を演じた。ヒーラーは、中国で人気があり、認知度が高まった。その後、中国のテレビドラマ、 金イヤに出演した。2015年後半から2016年初頭にかけて SBS ドラマリメンバー記憶の彼方へで弁護士として主演し、2017年に放送された時代劇7日の王妃で王妃を演じた。2017年9月、ネットフリックスのバラエティ番組私の耳はキャンディ2の固定キャストメンバーになった。11月、パクミニョンが カルチャーデポとの契約更新しなかったことが発表された。12月、ナモアクターズと契約を交わした。また、近年では、ロマンティックコメディの主演で好評を博し、キム秘書は一体、なぜや、彼女の私生活などで愛らしいコメディ演技を披露している。ありがとうございます。